J2 リーグ、簡単な試合は1試合もない中で、0で終わるのと1で終わるのじゃやっぱ違うから、試合内容的にはすごい次につながるゲームだったと思うし、次こそはやっぱアウェーですけど、勝ち点3を取りたいなと思います。まあしっかりと集中してゲームに入れたし、自分の場合、まあ、しっかり体が動いてテンションがそれなりに伴っていればあとはもうボールを足にくっつけるだけというか、自分の感覚を研ぎ澄ますだけなんで、しっかりいいテンションで入れたと思いますし、もちろん決定機を外してしまった反省はありますけど、ゲーム90分を通して、まあ、ポジティブな内容だったんじゃないかなと思います。まあ、僕の持ち味としてこう周りの選手と関わりながらゴールに行くっていうのがプレースタイルとしてあるんで、個人でガーッとドリブルで行けるわけじゃないし、何人も引き連れて行けるってわけじゃないんで、ただ自分のところに相手のセンターバックが結構食いついてきてたから、ワンタッチで剥がすことを意識して、まあ前半シオンがシュート打ったシーンとかも自分のところにくっついてきたことで周りが空いたんで、そういうプレーは心がけてました。そうですね、まあ、去年のアウェーでも 0-0 で終わってしまったんで、先制点というのは非常に大事になると思うし、まあ、いいゲームした中でもやっぱりああやって前半2分とかに失点してしまうとやっぱ苦しいゲームになっちゃうと思うから、立ち上がりから全員が 100% 集中してやっていけば必ず勝てると思うんで、まずは立ち上がり集中したいなと思います。本当に画面で見てくれてる人たちに伝わるような僕たちの熱いプレーが伝わるようにしっかり気持ち込めて戦いたいですし、お客さんがいようといまいと自分たちはモチベーションを落とさずに、みんなで勝利目指していきたいです。